おはようございます。11月19日、今日から一人でカンボジアでたい焼き屋さんを回していきたいと思います。ですね、昨日乗ってたトゥクトゥクっていうのはカンボジアでもかなり一般的な乗り物で、ちょうどあれです。今のです。今のがトゥクトゥクっていう乗り物で、まあ、近くても2ドルか3ドルぐらいで連れてくれますね。僕も何回か乗ったんですけど、楽しいです。で、ちょっと今から買い出しの方に行ってこようと思うんですけど、なんせ、暑い。じゃあ今日も行ってきます。